セリーグ、巨人に、1阪神、14回戦、巨人7勝6敗1分け、16日、東京 D、巨人は山崎伊織投手、25、が7回128球を投げ、8安打1失点で7勝目。阪神、才木との投げ合いを制した。1回に先取した2点で逃げ切ったが、阿部慎之助監督、45、は試合後の会見で、ミスがあった攻撃陣に珍しく、雷を落とした。写真、巨人、阪神 OB 戦にサプライズ登場した王貞治氏。今日はちょっと勝ったんだけど、あんまり気持ちが良くない勝ちなので。嬉しいですけど、いろんなミスが出たりとか、やるべきことが全くできていなかった。そう切り出した阿部監督。1回2四満塁、3回1四満塁で8番、門脇が凡退。門脇は8回無四1塁でもバントを失敗し、走者を進められなかった。1点リードの7回無四1塁では2番、吉川が2飛を打ち上げるなど、打線は機能しない場面があった。ベンチから見ていると、チャンスなのに悲壮感しかこっちに伝わってこない。容姿、みたいなのが全くない。打てなかったらどうしようみたいなのが見えちゃうんだよね。あんまり言いたくないだけどさ、何が何でも、みたいなのが見えない。そういう姿を見せてほしい、と怒りをはらんだ口調で続けた。さらに、勝って嬉しい反面、ひどいプレーがいっぱい出た。ここっていう時に外野フライの一つだったり、できていなさすぎた。今日これでピリッとすると思う。何も言わないで、はいはい、ってやっていてもどうしようもないので、多少の厳しさは出していかないと、と、勝利してもあえて問題点の指摘。